アラトーク。はい、どうも。B ボーイ俳優、サウナ大好き、プロレス大好きのアラです。よろしくお願いします。はい、ということでね、今回は、サウナから出るタイミングはいつなんだということについてお伝えしたいと思います。はい。結論から申し上げますと、水を浴びたくなったら出るタイミング。はい、以上です。ありがとうございました。アラでした。なんでやねん。ちょっとね、ツッコミがね、時差だったということで。もう最初は6分から8分、10分。6分から10分ぐらいですね。うん。で、そこから、汗がかいてくるんで、その後、水風呂に かき湯をして入りましょう。その水風呂の中で、自分がいい感じになったら、休憩スペースで休憩して整いましょうということなんですけども、これ大体ね、目安が、まあ、6分から10分って言ってるんですよ。うん。でも、まあ、最終的にね、水風呂に入りたいと思った時が出るタイミングだっていうことが、最近分かってきて、ってなるとみんなそれぞれバラバラでいいんですよ。うん。なんかよく聞かれるんですよね。アラさん、サウナハマってるから分かんじゃないですか、ちょっと教えてくださいよ、何分なんですかみたいな、何分出ればいいんですか。もう最初教えますよ、まあ、6分目安だね、サウナ入ったことってあんまない？じゃあ6分目安だね、とか。とりあえず5分、6分目指してみて、そっから大丈夫だったら7分とか8分いっちゃおうみたいなこと言うんですけども、まあ、結局行き着く先は、もう時計関係なく自分の体と素直に対話して、水風呂に入りたくなった時に出ましょうということです。だからね、最近だとね、時計あんま見なくなりましたね、僕ね。うん。時計見ないで、もう基本中入ったら目つぶってんですよ。うん。なんで目つぶってて、あ、このタイミングかな、みたいな。うん。で、いや、まだこれ干してないな。あ、これ汚な汚なと思った時にバコーンって出て、かけ湯して水に入るんで。そうですね。結論は、水風呂に入りたくなるまで、中に入って、水風呂に入りたくなったら出ましょうということでした。これもね、結構ね、もう2年ちょい経ったんでね、僕もね、サウナにどっぷりハマってからなんで、2年経つとこれが分かってくるんで、皆さん早めにね、ぜひサウナに入りたいなとか、サウナちょっとハマってみたいな、手出してみたいなと思う方は、もう最初からその領域で、挑戦してみてくださいということで、今回もサウナ話でした。はい。ありがとうございました。アラでした。